赤身の類葉生魔類葉生魔は、金方外科類葉生魔族に分類される、他人層。茎の高さは40から70センチメートルになる。葉は五星し、茎につく葉は大きく、2から3回産出服用で、小葉は長さ4から10センチメートルになる卵型から、狂乱形で、縁には、不揃いの荒く鋭い巨子がある。下期は5から6月。茎の先端に、 相乗果樹を出し、白い花を多数つける。学編は4個で、長さ3ミリメートル。ヘラ型の花びらは4個で、長さ2から3ミリメートル。オスしべは、学編花弁より多数で長く、長さ4から6ミリメートル。果実は、液化で、計6ミリメートルになり黒く熟す。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、 産地の森林内に生育する。世界では、朝鮮、中国、ウスリーの温帯から亜寒帯に生育する。同族の異種に果実が赤色になる赤身の類葉生馬がある。類葉生馬は、湿度の安定した樹林内で多く見られる。赤身の類葉生馬は、崖などからの岩石など混ざった、崩壊土壌に見られ、類葉生馬より、標高が上の位置で生育している。 この品種に果実が白色になる白身の類を生まがある。ありがとうございます。